肘を突き出す独特のライディングフォームベンスピーズはアメリカ合衆国テネシー州ジャーマンタウン出身のオートバイレーサー。肘を突き出す独特のライディングスタイルからエルボーズのニックネームを持つ。2006年から2008年まで3年連続でアマ、ま、スーパーバイク選手権のチャンピオンを獲得2009年にはスーパーバイク世界選手権に参戦しルーキーながら チャンピオンに輝く。2010年から2013年までロードレース世界選手権、モートジッピークラスに参戦。現在イタリアロンバルディア州にあるコモコンの近くに在住。スピーズは5歳の時からオートバイに乗り始める。1993年、8歳の時からシエマラ、主催のレースに参戦を始め、翌1994年にはヤマハユーズ50のレースで、 チャンピオンとなった。12歳の時には 125cc のロードレーサーを借り、テキサス州外のレースにも遠征するようになり、14歳の時には 600cc へとステップアップしながら、多くのチャンピオンシップを制していった。そして2000年、15歳のスピーズは、鈴木と契約を結び、アマでのキャリアをスタートさせることとなった。2000年、バルボリンズキチームからアマ750、 スーパースポーツシリーズに参戦、パイクスピーク、インターナショナルレースウェイで5位に入ったのが、ベストリザルトとなり、その年活躍した若手選手に与えられる、アマホライゾンアワードの、ロードレース部門賞を受賞した。また、このシーズンの終盤にアマスーパースポーツ選手権に、デビューし、いきなり、フロントローを獲得する活躍を見せた。二0一年シーズンもバルボリンズキチームに残留し、 アマ750スーパーストック選手権では、パイクスピークで勝利を収め、それ以外にも4度表彰台に立った。2002年は、アタック鈴木チームに移籍し、ジェイソン・プリドモアのチームメイトとなった。このシーズンは、膝の怪我に悩まされることになったが、アマスーパースポーツでは3回、アマホーミュラ、エクストリーム選手権では4回のトップ5、県内フィニッシュを記録した。 2003年にはアメリカにおける鈴木のワークスチーム、吉村鈴木に遺跡を果たす。アマフォーミュラエクストリームでは、シーズン5勝を挙げ、チャンピオンに輝く。アマスーパースポーツにも参戦し、ロードアトランタで1勝を収めた。また、アマスーパーバイクにもスポット参戦し、最高位は、デートナでの7位だった。2004年、アマスーパースポーツでは、インフィニオンレースウェイで1勝。 アマスーパーストックではカリフォルニアスピードウェイとロードアトランタの2勝を収めた。2005年には初めてアマスーパーバイク選手権にフル参戦を果たしカリフォルニアスピードウェイで初優勝、他にも重歳会表彰台に立ちシリーズ2位に入る活躍を見せた。アマスーパースポーツでは5回のトップ5県内フィニッシュを記録した。そして2006年シーズン。 チームメイトのマット・ムラディンを8ポイント差で抑え、初のアマ・スーパーバイクチャンピオンに輝いた。6連勝を含むシーズン10勝、他に7回の表彰台、7回のポールポジションを記録した。アマ・スーパースポーツにも何戦か出場し、ラグナセカでは表彰台を獲得した。2007年はアマ・スーパーバイク選手権史上最も接戦となるチャンピオン争いとなった。 スピーズは、わずか1ポイント差で、ムラディンを抑え、シーズン7勝、他に12回表彰台に立ち、シリーズ2連覇を果たした。またこの年は、アマスーパーストックでも 7PP7 勝を記録し、チャンピオンを獲得した。2008年、スピーズは、アマスーパーバイク選手権史上4人目となるシリーズ3、連覇を果たす。またシリーズ新記録となる7連勝も果たした。 また2008年には負傷欠場となったロリス・カピロッシ氏の代役としてロードレース世界選手権第8戦イギリス GP においてリズラ・スズキチームから参戦する。デビュー戦は14位に入り2ポイントを獲得した。またアメリカで行われた2戦にもワイルドカード枠で同チームから参戦しそれぞれ8位、6位に入る活躍を見せた。 翌2009年シーズンには、元ワールドチャンピオンライダーのケビン・シュワンツが、モートジッピーチームを立ち上げて3代目の鈴木に、スピーズを乗せる計画があったが実現せず、さらには、ジアーチームでホンダを狩る計画も、ジアーとホンダの契約が更新されなかったことから、立ち消えとなった。2009年、SBK 圧線2008年10月1日、スピーズは2009年シーズン、 ワークスのヤマハイタリアチームからスーパーバイク世界選手権に参戦することが発表された。開幕戦、フィリップアイランドではデビュー戦でいきなりポールポジションを獲得し、レース1ではコースアウトを喫して16位に沈んだもののレース2で優勝、コーリン・エドワーズ以来のアメリカ人 SBK ウィナーとなり脚光を浴びた。第2戦ロサイルでもポールポジションを獲得。 そして、レース1レース2を連勝、コースレコードとなる、ファステストラップを記録する完璧な勝利を挙げた。その後も、ルカティの羽賀乗り行きと、タイトル争いを展開し、第7戦、ミラーモータースポーツパークでは、デビュー以来7戦連続でのポールポジションを達成し、同郷のダグポーレンが持っていた記録を塗り替えた。最終戦ポルティマオでは11度目のポールを獲得し、 1>, 1シーズンのボール獲得数史上最多記録を更新。決勝のレース1では、風で体調を崩した羽賀が点灯リタイヤする中、スピーズはシーズン14勝目を挙げた。これでほぼタイトルは確定的となり、レース2で5位に入ったスピーズは参戦1年目にして、スーパーバイク世界チャンピオンに輝いた。2009-2010年カタール GP2009 年10月1日。 スピーズは2010年シーズンより、ヤマハのサテライトチームであるテックさんより、ロードレース世界選手権、モート GP クラスに参戦することが発表された。またフル参戦に先立って、2009年シーズンの最終戦バレンシア GP に、ヤマハのファクトリーチームから、ワイルドカード枠で出場。7位でフィニッシュし、レプソルホンダのアンドレアドビツヨーゾンを8位に抑えた、ことにより、 翌年のチームメイトのコーリン・エドワーズのシリーズランキング5位獲得に貢献した。2010-2010年シーズンの開幕戦カタール、GP、スピーズはここまでの自己ベストリザルトとなる5位でフィニッシュを果たした。その後、第2戦スペイン GP ではメカニカルトラブル、第3戦フランス GP では点灯リタイヤ特選が続いたが、シルバーストーンで行われた第5戦イギリス GP で、 初表彰台に立った。そして、母国 GP の第11戦インディアナポリス GP では、初のポールポジションを獲得し、決勝はこの年のベストリザルトとなる2位を記録した。スピーズはこの2つの表彰台以外にも安定して、上位でのフィニッシュを重ね、176ポイントを獲得して、シリーズランキング6位を記録、ルーキー・オブ・ザ・ヤーに輝いた。 2011-2011年シーズン、スピーズはドゥカティに移ったバレンティーノ・ロッシの後釜として、ヤマハワークスチームに移籍、2010年チャンピオンのホルヘロ・レンソのチームメイトを務めることとなった。第5戦、カタルニア GP でシーズン初表彰台を獲得、そして第7戦、ダッチ TT で独走し、グランプリ初優勝を果たした。2011年6月8日に、 ヤマハのファクトリーチームと1年間の延長契約。第16戦、第17戦では転倒で頭部を強打したことにより、集中力が低下する症状に苦しんで、レースを欠場したが、最終戦バレンシア GP では、ケイシー・ストーナーと激しいトップ争いを展開。フィニッシュライン寸前で逆転されて2位に終わったものの、復活した姿を見せた。この年は、表彰台に四回立ち、 ランキングでは、前年から一つ上げて5位となった。2012フル参戦3戦目の2012年シーズン、ヤマハのファクトリーチームから継続参戦。プレシーズンのオフィシャルテストでは一番時計を記録した。セパン GP 決勝レースで転倒、右肩関節に、人体破裂及び、左肋骨骨折、肺座症のため、残り2戦を欠場する。年間ランキング10位。 2012年9月13日、ドゥカティのサテライト、プラマックレーシングへの移籍が発表される。2013、2013年は、ドゥカティのサテライトチーム、プラマックレーシングより参戦する。しかし、肩の負傷が言えず、このシーズンを思って引退した。スパイズのカタカナ表記については、最後の S を、濁音の、図か静音の、スにするかで表記揺れがあり。 ヤマハ発動機の公式ページ等では、スピースと表記されているが、発音はスプスであり、それに忠実に表記すれば、スピーズが適切である。ありがとうございます。